皆さん、いかがお過ごしでしょうかああ、疲れた。ああ、忙しい。休みたいな。そんな時に、聖書の実会の第4条が、4んじよーんちょるな 四条るよあれあれ四条るの四条るのそう第10回の第4条が四条るよ四条んあっ、んでみようってことえ方めっちゃ面白いじゃん面白くないあええ、よかったねで、て、てか、えっと、今回はまたアイちゃんですね。アちゃんですで、あれお名前は何ですか僕は元気元気元気くん元気だね元気 ハイファイブイェーイアイちゃんイェーイえー、アイちゃんと、よろしく元気くん !Love and Energy!Energy!Love! で、まあ、そんな感じでですね、えー、第4条。この第4条は、安息日についてですが、まあ、この安息日の箇所を早速ですが、読みたいと思います。アイちゃん、えっ、ー、と、出エジプト記の20章の八節から 11節を読んでくださいはーい、読みます。安息日を心に留め、これを性別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜もあなたの町の 門の中に起流する人々も同様である。6日の間に、主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して性別されたのである。うーん、安息日を性別された。まあ、この安息日ですが、 今、読んだ中で、どういうい印象を受けましたか性別性別性、うん、なるものを別にすると。まあ、性なるものとして分ける。まあ、要するに、特別なものですよってこと。特別、うんうん。7日目は特別な日ですよって。うん、でも、どういう日だと思う休む日って書いてあるそう。働かない日って書いてある。うん、7日目 ?7 日目は働かない日なんだ。 えっと愛ちゃんと元気くんは働いてる働いてない本当うんうんそこが大事なポイントの一つ目ですね、えー。必ずしも会社に行ってお金稼いだり仕事をする働きだけではなくて、うん、人生の中で勉強学校掃除全てが働く で中に入るんだよね<ー>そうなんだそう生きていく中で必要なことを全部働きと言いますね、うん、だから仕事、学校、掃除いろんなものは買い物もね働き、うん、ね。それを6日の間そういうのをやって7日目は休もうねっていう日なんです安息日が7日目も働かなくていいのそう神様が働かなくていいよって 休み時間だそう週に1回訪れる休み時間イェーイイェーイ休み時間好き大好きしかもこれね、ただの休み時間じゃないんだよ。神様と一緒に過ごす休み時間イェーイイエーイそんな感じなんですよね。<laughs> まあ、あの、でもね、もう一つ、実は面白いことがあるんです。この実会は、 2回出てくるんです聖書に。えぇ、ー、そう出エジプト記20章ともう1箇所は新明期の5章。うん、で今日はですね新明期5章の16節安息日についてのところじゃせっかくなので元気くん新明期の5章15節あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったがあなたの神 主が力ある御てと身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い出さねばならない。そのためにあなたの神、主は安息日を守るよう命じられたのである。うーん。ーんちょっと言い回しが違ったよね。うん、あの、これでね、大事なポイントがもう一つあります。出、うん、エジプト期の方では、ね、 創造主の神様、6日間で、ね、神様が全部作ったよ。で、7日目休んだよ。だから休もうねって。で、こっちは創造のことではなくて、うん、神様がエジプトから奴隷生活から助けたよって思い出してねって、その、その助けたってことを思い起こしてねっていう日だよって言ってるんだよね。助けられたことを記念する日そう。うーん だからちょっとね難しい単語を使うと、うん、想像とあがないの記念日想像っていうのはクリエーションクリエーションクリエーションクリ日作る日、ンクリエーショ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 ンクリデンプションクリデンプションリエンクション 神様がイスラエルの人たちを奴隷生活からエジプトから救われ、救ってくれた、助けてくれた、それを思い出す日でもらえるだから、私たちもね、前前回、前々回ぐらいやった、あのね、私たちも罪の奴隷から神様に助けられたんだって、うん、ありがとう神様って思い出す日。で、一人で思い出すだけじゃないんだよね。ねその聖書にも書いてあったけど、 周りにいる人たち、みんなとできるだけ仲良く、楽しく、みんなで、ね、神様の創造と贖いを思い出そうねっていう日。何それ楽しそうそう、えー、想像あがないの記念日イエーイなんですまあ、そんな感じの安息日なんですが、まあ、ちょっとですね、分かりやすく考えたいと思うんですが、うん、安息日っていうのは、 没頭するとぼーっとするのバランスの日なんだよね。没頭って何あっ没頭っていうのはね何かに一生懸命励むこと頑張ること何かを頑張ろうって何かに真面目にぼン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 ボン,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 ボン没頭するやるぞって一生懸命やること<ー>例えば学校や、ね、お母さんお父さんのお手伝い 洗濯、さらない、掃除、宿題、そういうことを6日間没頭する、頑張ろうねって、うん、で、7日目はでも、ぼーっとしよう。ーぼーっと。何も考えなくていいのい<や>何もしないのいつもやってることから休もうねって、ぼーっと、神様との時間をゆっくりと過ごす。ゆっくり。 ゆっくりと、ぼーっとテレビ見たり、ぼーっとゲームするのではなくて、ピコピコゲームではなくて、ぼーっと休む。そして、想像とあがないについて、人生で大事なことについて、ぼーっと考える日なんだよね。で、その考えるのを一人じゃなくて、周りの人と一緒にやろうねっていう日です。うんうん、まあ、この安息日ですが、これね、 じゃあ具体的になぜこれは大事なのかなって。うん、これがまさに聖書の神様の特徴の一つかもしれないなと。うん、どういうことかというと、ね、この想像とあがないの聖書の神様に従いたいよ。 思い出す非安息日なんだよね、うん、であのエゼキエル書の20章の12節ってところじゃあ愛ちゃん読んでくださいはーい。エゼキエル書の20章の12節また私は彼らに私の安息日を与えたこれは私と彼らとの間にのこれは私と彼らとの間の印となり私が 彼らを性別する種であることを彼らが知るためであったうーんこれも大事なポイントだよね神様が私たちを性別してくださる、うん、それが大事なポイントですね、うん、あのさっきほど言ったけど性別特別ね神様が私たちありに聖なるものを救ってくださる、ね、神様と私たちの特別な関係の印の日 まあ分かりやすく言うとね毎週約束なんだよ神様が丸一日一緒に過ごそうねって約束してるんだよね記念日、まあ、記念日神様が呼んでくれてるんだ、うん、そうねさ一番最初言ったはね「よんじょるよ」なんだよまさに神様が毎週「よんじょるよ」なんだよ「よ <laughs> んじょるね分かりやすいでしょう「よんじょるよ」って4条が4ルそう4条が4畳あるんだよ <laughs> やん、僕らをやんでるんだイェーイ,イ,エーイで、安息日は、<然>安息日は、反息日じゃないんだイェーイ,イ,エーイ宿題やんなくても、<laughs> 例えば、お前宿題やってなくて、反息だろう,則うんうん、神様が、やんなくていいわって言ってんだイェーイ,イ,エーイえ、掃除とか、あの、あれとかこれとかこれとか、買い物とかあれとかこれとかやんなくていいの、やんなくていいのやんなくていい安息日イェーイ,イ,エーイはい。 <laughs> えー、それちょっいいて面 <laughs>、えー、まあ面白い、まあ、あのですねこの安息日なんですがまあ具体的にどういうふうに家族と一緒に過ごしたらいいのかなって考えた時に、まあ、うんいつもできないことをやったらいいと思うんだん<ー>、ね。いつも普段はできないことを一緒に家族と一緒に信仰の友達仲間たちと一緒にやったらいいと思うんだよね。 宿題は他の日にできるものねそうそう。だから6日間は没頭するんだよ。で、7日目はぼーっとしていいんだよ。6日目に全部いろいろ頑張って、そうそう7日目にほっと休むんだね。そう,そう,そういいねー。うん、僕もね、僕んちは土曜日、家族みんなで教会行くよ。うん、お父さん、ふ段忙しいけど、うん、土曜日は家族みんなで教会行けるんだー。おお<ー>、ーいいねー。いいね。 やはりまあそういったねまあいろいろとね周りにいる人たちと教会って場所で集まって神様のことを、ね、思い出すのはいい時間だよね、うん、であとはまあ自分もですね家族でよく覚えてるのはあの小さい頃ね金曜日の夜あそうそうそう大事なポイントはね聖書の中では一日は夜から夜なんだよ夕べがあり 朝があり、第1日目、夕べ、朝、夕べ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 って夜から始まるんだよね。<え> 1> 1朝じゃなくて、夜から始まるのそう、1日は夜から始まってで、次の夜にまた新しい1日が始まる。っていう考え方なんだよね。えー、そう考えると、7日目っていうのは、金曜の夜から土曜の夜までが暗息日なんだよね。日が、太陽がふーって沈んだ瞬間、7日目が始まる。 それが金曜日の、えー、夜、夜、夜日が暮れた日そうそう、暗くなったら安息日始まり始まり、うん、パチパチパチで、いつまでで、土曜の夜まで土曜日の日が暮れるまでそうそうそうで、自分はね、家族では覚えてるのは夜はね、あのー、特別にね、家庭礼拝って家族で家で礼拝するんだけど、さ聖書読んだりね、サ歌を歌ったり、その時にね、電気全部消しちゃうの。へ<ー> ろう,ろうそくだけでね、礼拝の時間だけ過ごす。礼拝時間ね。まあ楽しいんだよね。なんかね、そうやって安息日始まったよっていう感じが、ふー,ふーって広まる。ワクワクするね、うん。そうそう、ワクワクする。だからそういうふうにですね、楽しくね、家族で、なんか別にろうそくで過ごさなきゃいけないようなんて聖書に書いてないよね。うん、うん。でも楽しいんだよ。うん、そういうことやっていいんだよ。 それが安息日なんだよ。いつもと違う日なんだね。そう、いつもと違う日、特別な日を家族と前の人たちと楽しく過ごそう、そして神様のことを思い出す日だよってことなんだよ。うんまあ、そんなところでですね、今日はいろんなことを考えましたが、うん、最後にクイズをしたいと思います。2つクイズ。1つ目,1つ目のクイズね。ズまず、今日、 四条まで行きましたが、うん、一番最初の方に行ったこと覚えてるかな？一条から四条は誰と誰の関係を表してるって言ったかな？僕わかるよ。わかなんだったっけ？えっと、僕と神様のこと。ああ<ー>、<ー>そうだったっけアイちゃん？え、うん、そう。やったー。 そう、私たちと神様との関係を1条から4条あった。ちなみに1条愛ちゃん何だったっけ ?1 条は。1条は、条は神様は1人 1> ああで、2条は何だったっけ 2>, ?2 条は、偶像を作らないああ<ー>、うん、そう、偶像を作らないわかりやすく言うと、神様、私の偶像、どうぞどうぞって委ねることですね。どうぞどうぞで、まあ、あの、3条は何だったっけ 三条は神様の名前をみりに言っちゃいけない。ああ、要するに名前を大切にしようねってことでしたね。で、今日は、四条が、四条じゃよだね。では結局どういう意味だっけ安息日というのは、想像と上がないの記念日 まあそんな感じでですね今日まで4条やりました、うん、次回からは5条をやります5条,5条はまたまたワクワクする新しい展開になっていきますね<ー>まあそんなところで次回もまたお会いしましょう 321God bless you and m e r n t i e なのか安測日想像あがないの記念日